今まであまりですね、言葉の上ではみんなこう分かってたんですけれども、法隆寺を財産登録するときに真実性とは何かという形でそこは論点になったことはあると思いますけれども、多くの場合ですね、各論のところは問題がありましたけれども、なかなかその総論のところ、普遍的価値とかですね、真実性と完全性についてあまり深く議論されなかったと思いますけれども、今回鎌倉で一番驚いたのはまさにここがですね、より鋭く切り込まれているといいますか、イコモスの方から問題されているということが分かりました。これをもうちょっとどういう形で深めたらいいかということです。普遍的価値について言いますと、鎌倉は確かに日本では非常に有名ですけれども、ワールドワイドで見たときに普遍的価値があるかどうかということに関して、これをどのようにアピールすべきであったかということに関して、ここは少し足りなかったかなというふうに私は思っています。その普遍的価値を日本と世界に分けたときに、その世界的に見て普遍的な価値があるのをどうするかということです。これはもっと別な論点から言うと、産業遺産というのがありましてですね、これに富岡製糸とか、あるいは九州山口の近代化遺産が入ってくるんですけれども、国内では富岡製糸など非常に貴重なものだということを教科書に書かれたりはおりますし、それから山口や九州の問題についても幕末から近代にかけてですね、自由度が上がってますけれども、果たしてそれがワールドワイドかというふうに見ると、見なければ世界中登録されませんので、そういう意味でこの普遍的価値を日本と世界に分けて世界的に見たときどうなるかということについての、勉強しなきゃいけないということを一つ教えていただいたというのが一つです。2番目は完全性と真実性ですけれども、鎌倉の場合はこの真実性ということについては正面十分であるということになっておりますけれども、完全性についてはかなり欠落しているというふうに指摘されておりまして、これは何を私たちに教えてくれるかというとですね、実はコンセプトの作り方、そもそも鎌倉はどういうコンセプトで世界遺産の価値があるというのかどうかということについて、やっぱりもう一度これも考えなきゃいけないかなと思います。で、これはどういうことが問題だったかと言いますと、平泉の場合もですね、最初浄土の世界というふうに言っておりまして、これが少しクレームがつきましてですね、浄土の世界と外れる柳の御所だとかその他に高雪山についてはカットされるということがありまして、やっぱり特に浄土にまとめますとですね、この重要な資産が外れてくるということがあります。今回ことの鎌倉、ことの都、武士の都とありまして、どうも今の高雪山から見ると武士というところと都市というところがですね、この高雪山を見ただけではなかなかピンとこないというのがありました。完全性の要件というものも改めてその主題とどうに関わってこれを証明するかということが総論のところで問題になるというふうに私は思いました。で、あと具体的な基準をめぐりまして、これは玉林さんと佐藤君という専門家がいますので、ちょっと意見差し控えますけれども、その総論のところで我々の構えが非常に足りなかったのではないかというのが私の感想の第一点です。第2点はですね、今回の高雪山も圧倒的に神社仏閣が多いんですけれども、この神社仏閣というのをどう見るべきかということに関しまして、これもちょっと我々は勉強は足りなかったと思います。実は鎌倉の人にはだから三都物語、福原と平泉と鎌倉並べてみて、どういう共通性とか再生を持っているかということを何回もこの新報をやりませんかということを誘ったんですけれども、ついに鎌倉の人が応じていただけませんで、中断いたしました。これをやってたらもっと議論が私は深まって、こういう結果にならなかったと思うんですね。それはどういうことかと言いますと、当時の朝廷を中心として、福原、平泉、鎌倉はそれぞれ宗教都市であったということです。だから武家のこととは言いますけれども、その武家はやっぱり宗教と非常に関係しているということをもっと深く普遍的に論証しなきゃいけなかったのではないかということです。なぜ平清盛さんがですね、厳島神社を作ったかというのは、武家政権を作るときに神の御加護
を重視しまして、やっぱり筑島神社を作ったということです。平泉でなぜ、藤原さんが、清平さんがあれだけのものを作ったかって、やっぱここも金色堂に代表されますように、神宗教との関係非常に強いと。もちろん、頼朝さんもこれは非常に大きな神社仏閣をたくさん作っておりまして、当時の武家政権というのはその宗教神社仏閣と深くにであったということをもうちょっと深く論証すべきではなかったかと思います。もっと少し掘り下げて言いますと、厳島神社は法華経でありますし、平泉は、天台でありますし、鎌倉は新仏教、鎌倉新仏教でありまして、それぞれ武家やその宗教との関わりでも非常に面白い変遷とか豊穣な豊かな文化を持つものがあったというふうに思うんですけれども、それは全然今回でない。まあ一般的にうちの学生もそうですし、韓国から言っても建長寺に行き大仏さん見ると、これが なんで武家なのかということが必ずしもピンとこないというのがありまして、その武家政権と大仏、武家政権と建長寺、あとは佐藤さんからの後で詳しく話ありますけれども、武家政権と小倉口みたいなのがどういう関係あったのかと。つまり武家政権にとってみれば、こういう神社仏閣は不可避であった、あれ両論で両輪であったということをもうちょっとやると、このその人にももうちょっと別な説明の仕方があったんじゃないかというのが2点目です。3点目、これは最後ですけれども、もう一つそれと関係してですね、当時の寺って一体何なのかということを、これももうちょっと深く勉強したいということですね。いくつかの20ぐらいの構成線が入ってますけれども、私たちが今お寺っていいますと、要するに神社仏閣というと、まあ葬式だとか単なるお参りとかこう思い出すんですけれども、当時の中世の武家政権と関係者それぞれの寺というのは、そういうだけじゃ、そういう部分もありますけど、総合的なものであるということですね。もっと例えて言いますと、大学に近いんじゃないかという感じがしています。特に後で佐藤さんから詳しくありますけれども、小倉口のというのは大学だけで、医学部ですね、また医学部だから、ね、患者も山ほどおりますし、治療棟もありますし、それからもちろんそのお医者さんの勉強の機関もあるということがありまして、一つはその病院ですね、二番目には病院だけじゃなくて、鎌倉って非常に災害の多い都市なんですけれども、災害の時の NPO あるいは炊き出し部隊となっておりまして、そういうある種の、もう一つ認証さんは非常に技術的に優れた人と思うんですから、京都奈良の方から技術職人を連れてきましてですね、橋を作るとか道路を作るとか、あと切り戸を作ったこと、あるいは港を作るとか、そういう技術職人でもあると。そうすると工学部、医学部、その他もろもろの総ユニバーシティみたいなものであるというふうに見たいということです。おそらく鎌倉御山と言われても単なる、いわゆるこう瞑想するような今考える空間だけじゃなく、いざとなったらですね、そこは防御の舞台になるかもしれないし、あるいはそこから僧兵として出てくる舞台かもしれないし、あるいはもっと、蒙古襲来とか見ていただくと分かりますけれども、鎌倉政権の武器勢力を助ける舞台だったかもしれない、あるいはまた軍師だと見たかもしれないということがあって、そういう当時のお寺さんとか神社というのはですね、単に今思う神社仏閣じゃなくて、もっとはるかに豊穣な豊かな機能を持ったんじゃないかというふうに思います。それが、連綿としてここまで継続してきたということを思うんですけれども、ちょっと生駒市の外交人が来てですね、あそこの神社仏閣に連れてから、これ何なのと聞かれてですね、普通のお寺とか神社と全く変わりない、大仏見るとさすがにぎょっとするんでしょうけれども、そういう人も今みたいなような理解はなかなか説明を受けないとですね、分からなかったんじゃないかというふうに私は思っておりまして、この3点ですね、これをもうちょっと私どもの方もこういう結果にならないように警戒して勉強して世界にアピールしていれば、もっとユネスコも別な捉え方をしたんじゃないかというふうに私は思うということです。で、今日はとにかく日本で、かなりの論客が揃っておりますので、それぞれの視点を出し合いながらですね、で論争点は論争点にして、議論したいということです。とりあえずどちらからかな、佐藤さんから、いや玉井さんの方から30分ぐらい説明していただいて、その次30分ぐらい説明して、で斉藤さんでいろいろ噛み合っているところですね、噛み合ってないところを少し整理していただいて、それに皆さん方も質問や意見を言うと
という形で、進めさせていただくということにしたいと思います。よろしいでしょうか。はい、じゃあこれでよろしくお願いします。どうぞ。